近づけば近づくほど空気が重くなってきやがる。そろそろ奴らの宇宙船だ。準備はいいな。地球か。悪くない星だ。その孫悟空とかいうスーパーサイヤ人がここに戻るまで計算ではあと3時間待つのか、フリーザ。もちろんだよ、パパ。だけどあいつが来た時悔しがらせてやりたいから、地球人を皆殺しにしてやるんだ。地球人などはどうでもいいが、スーパーサイヤ人だけは必ず息の根を止めねばならん。どんな手段を使ってもだ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。フリーザ一刀両断。未来から来た謎の少年。殺しに来たって？僕たちを？片付けろ。はっ。ほほう、なかなかやるじゃないか。初めから全力でかかってくるんだな。僕は孫悟空さんのように甘くはない。孫悟空、なるほど。貴様もあいつの仲間か。会ったことはない。知っているだけだ。やれやれ、貴様が部下を殺してしまったおかげでこのフリーザ自らが働かなきゃならないよ。誤算だったな。なーに、貴様や地球のゴミどもを大掃除するくらい僕ならあっという間にやってみせるさ。そうじゃない。僕が言ったお前の誤算とは、スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない、ここにもいたということだ。はそんな姿になどなり果てて、あるおめおめと地球まで来られたもんだ。わざわざ殺されるために。一瞬で僕に殺される。分かっているんだ。なんと、なんと、やめて、なんと、来ます。逃げたぞ。どうした、力を出し惜しんでる場合じゃないぞ。はっ、来ます。力が、逃げた。なんと、それで終わりか。逃げた。スーパーサイヤ人め。バカな。
キラキラ、二つとも消えた。一体何が起こってんだ。行ってみるしかあるまい。気を抜くなよ。何やってくるかわからないからな。一緒に行きませんか。なんでお父さんのこと。このすぐ近くですから、僕についてきてください。どうする。僕はあの人について行ってみます。行ってやるか。奴の正体を暴いてやる。実は僕も話で聞いたことがあるだけで、会ったことはないんです。え、そうなんですか。ねえ、なんで孫君が戻ってくる時間が分かってるわけ。それはすみません、言えないんです。フリーザを倒した時、あなたはスーパーサイヤ人でしたよね。あれってどうやって。すみません、なぜなれるのかは言えません。名前は。それもちょっと。それも言えないの。それじゃあ年は。年は17です。年齢は言えるんだ。すみません、年齢以外はちょっと。ふーん、まあいいわ。地球を救ってくれたことには変わりないんだし。孫悟空さんが到着するまであと3時間近くあります。もう少し待っててください。そろそろ到着するはずです。分かったんだ。この子がここに帰ってくるって教えてくれたの。誰だ。この子知らないって。全然。ああ、全然知らない。それにしてもフレーザーたち倒したのは誰だ。すんげえ気だったな。フリーザーたちもそいつがやったんだ。スーパーサイヤ人になってあっという間にな。スーパーサイヤ人に。孫さん、実はお話があります。二人だけで。オラと。そりゃいいけど。なんだよ、俺たちには内緒ってわけか。悪いな、みんなちょっと待っててくれ。とにかくあいつんとこ行かねえとな。さて、話聞かせてもらおうかな。孫さんは自分の意志で
スーパーサイヤ人になることができますか？おう、最初はダメだったが、今コントロールできるようになった。今ここでなっていただけませんか？お願いします。わかった。これでいいのか？で、どうするんだ？じゃあ、僕もスーパーサイヤ人に。僕と戦ってください。本気でいきます。わかった。噂は本当でした。いや、それ以上です。あなたにはすべてこれからお話しすることはすべてあなたの心の中にしまっておいてください。わかった。安心して喋ってくれ。ほら、口の堅い方だ。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたんです。未来から20年後の？名前はトランクス。あそこにいるベジータさんの息子です。ベジータも？似てる。そういや、似てるな。今から2年半後に僕は。でもそんな話をしに来たわけじゃありません。ぜひあなたに知っておいてほしい重大なことが。ああ、
今のこの時代から3年後、5月12日午前10時頃、南の都の南西9キロ地点にある島に、凄まじいパワーを持った恐ろしい二人組が現れます。何者だ？宇宙人なんか？いえ、この地球で生み出された人造人間というやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍のマッドサイエンティスト、ドクター・ケロ。レッドリボン軍？そうです。軍そのものはあなたがその昔叩き潰したらしいですが。ああ、オラがガキの頃にな。あの時一番悪いやつも倒したから、てっきり全部なくなったもんだと思ってた。それが残念なことにドクター・ゲロは生き残り、研究を続けていたんです。何のためだ？芸によって世界征服が目的か？よくは分かりませんが、少なくともドクター・ゲロの狙いはそうだったと思います。しかし、究極の殺人マシンとして作られた二人の人造人間は、生みの親のドクター・ゲロを殺してしまった。つまり、ただ殺戮と破壊だけを楽しみとする人造人間だけが残ってしまったんです。相手は二人。一対一でも僕は逃げるのがやっとでした。待てよ、おめえの味方いません。20年後に戦士は僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いで、あそこにいる父もクリリンさんもピッコロさんも他の皆さんも殺されてしまったんです。かろうじて逃げ延びたゴハンさんも、僕に戦いを教えてくれた後、4年前に。あなたも知っておられるように、ピッコロさんが死んでドラゴンボールもなくなってしまい、誰も生き返ることができなくなってしまったんです。年月をかけ楽しみながら命を奪っていく人造人間のせいで、未来の世界は地獄のようなものです。強すぎる、強すぎるんですよ、奴らは。待てよ、オラもやられちまったんか？あなたは戦ってない。今から間もなくウイルス性の心臓病に侵されて死んでしまうんです。え？めったな、先祖も病気には効かねえんか。くそー、死んじまんか。悔しいな、叩けてよそいつらと。戦えないのが残念なんですか？恐怖はないのですか？そりゃ怖えけんどよ、すげえ強えやつらなんだろ。やってみてよな。なるほど、あなたはやはり本物のサイヤ人の戦士だ。症状が現れたらこれを飲んでください。約20年後には特効薬があるんです。この…本当か！やった！サンキュー！本当はこういうことはまずいんです。歴史を変えてしまうことになって。ですが、あんな歴史なら…母さんも、あなたなら必ず何とかしてくださると信じて、やっとタイムマシンを完成させてくれたんです。
おめえの母ちゃん、オラのこと知ってんか？はい、よく。そういや、さっきタイムマシン作ったって言って、オラの知ってるやつでそんなことできんのは。まさか、その母ちゃんって。はい、あそこにいる。どさー、ブルマが、今のが一番驚いた。あいつ絶対ヤムチャとくっつくと思ってたに、よりによってあのベジータと。わかんねえな。あの、このことは特に絶対に内緒にしておいてくださいね。下手をすると僕は存在そのものがなくなってしまって。ああ、わかった。では、僕はそろそろ元の時代に帰ります。早く母さんを安心させてあげたいし。また会えか？タイムマシンの往復分のエネルギーを得るにはかなりの時間が必要なんですが、もし生きていられたら必ず応援に来ます。3年後に。生きろよ。いい目標ができた。こっちもそのつもりで3年間たっぷりと修行するさ。困ったな。みんなにはどうやって言ったら。おい悟空、あいつ飛んでったみたいだけど、どこに行っちまったんだ。自分の家に帰ったかな。自分の家？あいつ結局何者だったんだ。おい、今はそれよりも話すべき重大なことがあるんじゃないか。え？貴様が話しにくいのなら俺から言ってやる。おめえ聞こえ。俺の聴覚は貴様らと出来が違うんだ。心配するな。奴の存在を消すような余計なことだけは言わん。ろくな修行もせずに殺されたんじゃたまらんからな、俺たちも。殺される？どういうことだ。告げられた衝撃の未来、人造人間を迎え撃て。ピッコロはトランクスのことだけはうまく謎のままにし、全てを皆に話した。さすがに誰もがショックの色を隠せなかったようだが、3年後に現れるという恐ろしい2体の人造人間、歴史に逆らい、その殺人マシンとの戦いに生き残るべく、それぞれが厳しい修行をする決意でいた。人造人間か。まさかレッドリボン軍の名前を今になって聞くなんてな。しかし奴が未来から来ていたとは。オラも驚いたけど、でもあいつは信じていいと思う。カカロット教えろ。貴様ナメック星でどうやって生き残った。そうだ、俺たちずっと心配してたんだぞ。オラもあん時ダメかと思ったんだけど、
最後の最後で運よくタマッコロみてえな宇宙船見つけてよ。そうか、ギニュー特戦隊、奴らの乗ってきた船だ。そいつ乗って脱出したら勝手にヤードラットっちゅう星に着いちまった。ギニューたちはヤードラットを攻めていた。そこに着くようインプットされていたんだ。なるほど、その妙な服はヤードラット人のものか。仲良くなってさ、もらったんだ。オラのはボロボロだったし。貴様のことだ。ヤードラットに行ってただ帰っては来るまい。奴らは力はないが不思議な術を使う。そいつを習っていやがったな。へへ、あったり。時間がなくて教えてもらった技一つだけだけんど、瞬間移動っちゅうやつができるようになったぞ。瞬間移動？つっても移動するには場所じゃなくて人の気を感じ取る必要があるんだ。つまり知ったやつのいねえ場所とかいけねえ。そこがちょっと欠点かな。いや十分だろう。あんた今やもう何でもありね。よし、ではみんな3年後に現地で集合しよう。3年後のいつどこへ行けばいいんだ。3年後の5月12日午前10時ごろ、南の都の南西9キロ地点にある島だ。1時間前午前9時にでもその島に着けばよかろう。言っておくが、自信のない奴は来るな。足手まといになるようなものにいられちゃかなわんからな。カカロット、スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。この俺はそのうち必ず貴様を叩きのめしてみせる。サイヤ人ナンバーワンは俺だってことを忘れるな。かな。よし、オラたちも行くとすっか。そうだピッコロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。やった、ピッコロさんと一緒に修行できるんですね。そんじゃみんな3年後にまた会おうな。おう。ねえお父さん、一度うちに帰るでしょ。お母さんが待ってるよ。そうだな、父に顔見しとかなきゃいけねえだろうな。ピクロ、まずおランチ寄っていいか。構わんが、あまり時間をかけるなよ。
ガー！よし！よし。おおお。え？ケンドさん、そうね。あのさ、
よし、これで大丈夫だな。どうすっかな。
やべ。まったく。ま、海王様にゃまた今度持ってくりゃいい。や。よ。なあ。いやいや。いや。いやいや。どうかね。すまんね。なあ。よし。早く集めてこないとな。じゃなあ。ほほ。手に入ったな。何か嫌だな。さっさと片付けちまうか。何か嫌だな。さっさと片付けちまうか。ヘヘヘ。
嫌なんだ。さっさと片付けちまうか。そっちにしょうがねえな。なんか嫌なんだ。さっさと片付けちまうか。すまんね。うん。なんとか終わったぞ。
んか嫌だな。さっさと片付けちまうか。おっす。やっほー。やっ。へへへ。よし。ちょっと。Yeah!
よし。いいわよ。Yeah!
に合うか。もうちょっと早く行けそうだな。はっや、こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。はっ、やっ、はっ、こいつは気持ちいいや。ヒヤホー。イヒン、どんなもんで。ちくしょう。頑張れ。ね、あらら、あ、いや、いや、ちょっとおいおい、あ、
用事も終わったし、修行でもすっか。